皆さん、こんにちは。今日は、福井県、福井市に来ています。前から泊まってみたかった道民福井さんにやってきましたよ。今日もよろしくお願いします。こちらの施設は2019年開業ということで、できたのをね、知ってたんですけど、なかなか福井に泊まるという機会がなかったんですが、今日はね、泊まれそうです。福井県では宿泊者全員にね、1540円分のクーポン福井県で使える券ですね。まあ、一時期の GoTo トラベルとかをね、思い出しますけれども、全国旅行支援とかね。今回は、もう特にね、条件みたいなものはなくて、誰でもね、もらえたみたいですね。以前、年末年始に泊まろうかなという時もあったんですけれども、その時は、もう1万9000いくらみたいな感じだったんですよね。でも、なかなか難しいかなと思って、他のところにね、泊まってしまったりしたんですけれども、今回はですね、じゃらんで予約しました。じゃらんのクーポンみたいなのとね、合わせて6600円で今回泊まることができたので、かなりお得なんじゃないかなと思います。さて、お部屋入っていきましょう。道民福井はプレミアムがついてるんですね。ということで、冷蔵庫の中もね、何か入ってるかなとワクワクしております。少し変わってるなというのは、この服をかけるところがベッドの横にあるっていうことですね。普通は、この戸の前、玄関側の方にあるかなと思います。それ以外はね、他の道民と同じかなと思います。さて、冷蔵庫を見ていきましょう。お、青森県産リンゴゼリー。これは嬉しいですね。本当に季節ごとにね、本当にゼリーの内容が毎回変わります。で、あとはおなじみのお水ですね、がついていました。お部屋にはシャワールームありますね。もちろんこちらの施設にも大浴場がありますので、広いお風呂はね、そちらで済ませることができるかなと思います。お湯沸かし器もあるので、お部屋でね、カップラーメンも食べることができます。さて、まだ夕ご飯を食べていなかったので、こちらの1540円のクーポンを使って、どこか食べに行けたらいいなと思います。ちなみに朝ご飯をつけた場合はね、福井名物とかもここで食べることができるんですが、今回はね、朝早くの出発ということで、朝食はつけていません。なんで、まあ、夜で福井県名物食べていきたいなと思います。夜の街に繰り出しましょう。2019年開業ということはね、まあ、開業してからすぐにコロナ禍始まったということで、結構ね、大変な時期のオープンだったんじゃないかなと思います。外に出ると、すぐに西武福井店があります。西武はね、もう今では全国に数店舗しかないので、貴重な店舗ですね。上のレストラン街8階になりますけれども、こちらには、まあ、福井県のお店も揃っています。ちょっとね、高級な感じですね。でも時間が遅かったので、地下の売り場の方に行ってみると、ローストビーフがなんと半額だったんですね。いいですよね。百貨店って普通は高級ですから、ちょっとね、お高めのもの、いいものは揃ってるっていう感じですけれども。ちょっと贅沢な角切りサイコロ状のローストビーフ、初めていただきますね。薄いやつしかね、食べたことなかったですから、ちょっと楽しみですね。朝ごはんかにしてね、行きたいと思います。西武福井店見ることができてよかったなと思います。結構ね、閉店間際に行くと半額とかなってますからね。いいものがお安く買えてお得な気分ですね。さて、夕ご飯もしっかりと食べたい気分ですよ。ラーメンですかね。夜しかやってないんでしょうか。そんなお店もあるんですね。どうやらここは商店街のようです。ちょうどね、道民院と駅の間くらいのところにあります。道民院福井さんは、もちろんね、駅前近くではあるんですけど、6、7分くらいはね、歩くかなっていうところにあります。商店街、ちょっと時間も遅いとやってないお店も結構あるんですけれども、こちら、ライトがついていて営業中になっています。ホテイ屋さん。こちらで名物いただけそうです。一人用の席に案内していただきました。いいですね。ちょっと個室チックになってますけれども。セットっていうのがね、あります。福井県名物を食べて、それを、このね、
テルでもらった券で支払うことができるってね。ただですね、今回道民は6600円で泊まってますけれども、1540円分ついてますので、実質5000円ぐらいで泊まれるっていうね、はありがたいですよね。まずは福井県のねアプリがあるので、そちら登録しておきました。さあ、そうこうしてるうちにもうねお料理がやってきましたよ。今回注文したのは福井名物ソースカツ丼とおろしそばでございます。いやー、いいですね。ソースカツ丼は熱々のカツがどんどんどんとね3枚乗っていますよ。私はヨーロッパ圏のパリ丼っていうねソースメンチカツ丼が結構好きで毎回食べてしまうんですけど、こうしてね違うお店へ来てみるとまたね違った楽しみ方ができますよね。そしてセットでおろしそばもつけられたので食べてみることにしました。おろしそばはね蕎麦屋さんでしかいただいたことがないんですが、こちらのお店もかなり美味しかったです。麺が少ししっかりめなんですよね。それが美味しいなというふうに思いますね。さあ、支払いの時は QR コードをかざしていくらですっていうのを、ね、入力します。今回はソースカツ丼とおろしそば、こちらのセットで1000円、お安いですよね。店屋さん、ソースカツ丼もおろしそばもどちらもとても美味しかったです。それでね1000円ですから、福井の人いいなというふうにね思いました。そして私はアプリでね支払うことができたので、ただみたいな感じでね食べることができましたよ。さて、そろそろ道民福井に戻りたいと思います。お腹もいっぱいになりましたんで、道民名物お風呂入っていきましょうか。お部屋にあるタオルを持って、大浴場は、ね、9階にあります。こちら行ってみたいと思いますよ。大浴場に行くときはもうね館内着に着替えて行きますね。すっごく楽なんですよね。さあ、9階は最上階ということになります。羽二重の湯、羽二重餅とかがね有名ですからね。それではお風呂いただいてまいります。まずのれんをくぐると大浴場ということで清潔感がありますよね。お風呂の中は内湯、露天、そして壺風呂があって、サウナ、水風呂も完備しているということなんですね。まあ、サウナ入って、テレビ見ながらね、サウナ入って、で水風呂入って、外で整うっていうね、こともできます。整いスペースみたいな感じでね、椅子、足乗っける台とかもね、置いてあったりするので、じっくりとね、疲れるかなというふうに思いますよ。しっかり体を温めて、湯上がりどころでお休みしたいと思います。こちらには、アイスがね、たくさん置いてあるんですよね。こちらも宿泊者特典で、どれかね、好きなアイスを取って食べていいということになります。今回は5階がお部屋になります。アイスはね、ちょっとお部屋で食べていきましょう。2019年開業なんで、まあ、施設面は本当に綺麗ですね。お風呂もお部屋もとっても綺麗でした。さて、こちらも忘れてはいけないビッグイベントですね。夜泣きそばのお時間がやってまいりました。こちらもね、食べる量調整していいし、おかわりもしていいっていうことなので、毎回ね、ちょっと欲張ってしまいます。しっかりご飯食べてきたにもかかわらず、こちら大盛りでございます。普通にお願いすると、ハーフサイズくらいのね、ラーメンが来るということです。大盛り頼むと1杯分くらいね、食べれます。いやー、一日ね、歩き回りましたので、そろそろお休みしたいと思います。道民福井、快適なね、もう安定の道民ブランドをね、楽しむことができました。そろそろ、次の日に備えて、おやすみなさい。さて、次の日の朝でございます。おはようございます。6時にね、目が覚めましたよ。このお時間になりますと、もうね、サウナやってますので、朝風呂入ったりしてもね、いいのかもしれません。まあ、サウナ以外のお風呂は、夜通しやっているのも嬉しいポイントですよね。まあ、朝早すぎるとね、人も少なかったりするので、それもね、いいですよね。一風呂いただきまして、朝はアイスじゃなくて、
乳酸菌飲料ということになっています。これも嬉しいですよね。朝この一杯をねいただいて外に繰り出すということですね。左側西部が映ってますね。本当に近いですよね。街中というところにあります。福井駅も近いですが、路面電車の、ね、駅も近いです。路面電車の駅だと、まあ、一番のね繁華街福井城市大名町という駅がね近いので、非常にね便利なアクセスのいい場所になるかなと思います。おっと、忘れていました。昨日西部で買ったいいお肉ですね。ローストビーフ、こちらをねいただいていきたいと思います。うわー、想像以上に分厚いお肉ですね。うわー、美味しいです。これは贅沢な一品ですね。ついてきたソースやレホールを一緒につけてね食べるとより美味しかったですね。さて、今回は道民福井泊まっていきました。いかがでしたか？今回この動画はここまで。動画がいいと思ったらいいねやコメント、チャンネル登録もお願いします。動画を最後まで見ていただきありがとうございました。